はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。前回はどうも驚かせてすいませんでしたもうね、あれ、ほんとびっくりしたんです。さあ、行きましょうかね。そのまま始める、続きから。さあ、今回はどんなことになるんでしょうね。あ、こっからか。小林さんを中心に囲むようにして全員田中さんの部屋の前に立つ。小林さんはドアを開けようとした一瞬ためらった。死体に近づくことに抵抗があるんだろう。この部屋は声をかけただけなんだよね。自分に言い聞かすようにマリに尋ねる。彼女が頷くと小林さんは仕方ないと言った様子でドアノブを回した。冷気が流れ出す。篠崎君いるのか。帰ってくるのは風のうなりだけだ。小林さんはストックを持ってバスルームを覗く。僕たちは入り口でそれを見守っていた。小林さんは恐る恐る死体のあるあたりの見るとすぐに戻ってきた。やっぱりここにはいないようだ。オーナー、ちょっと。敏夫さんが廊下から小林さんを呼んだ。なんだ、ジェニーが。敏夫さんが廊下の突き当たりを指さす。さっき調べた物置だ。その前で黒猫のジェニーがニャーニャーと泣いている。小林さんは黙って歩き出した。ジェニーが僕たちに気がついた。一層激しく泣き出す。小林さんは物置のドアノブに手をかけたが、なぜかためらっている。どないしたんや。猫が泣いとるだけやないか。そこはさっき加山さんがブツブツ文句を言う。しかし誰も聞いていない。小林さんはドアを開けた。そこには緑さんがいた。まるで人形か何かをしまっておくみたいに体を折り込まれて、折りたたまれ、無造作に押し込められていた。目は大きく見開き、僕たちを見て驚いているように見える。でもその瞳はピクリとも動かなかった。緑、敏夫さんのつぶやく声が聞こえた。小林さんが慌てて緑さんの手を取り脈を見た。やがてみんなの方を向いて何も言わず首を振った。なんてことを。敏夫さんの唇は震えていた。畜生、なんてことを。クソ、なんてことを。敏夫さんは気が狂ったみたいにわめき出した。そして緑さんの亡骸にすがりつき泣きじゃくる。緑さんは殴り殺されていた。頭が割れ、大きい髪に大量の血が絡まっていた。ひどい。マリが僕の腕をつかみ、痛いほど指を食い込ませてきた。顔を歪め、目には恐怖とも悲しみともつかぬ涙を溜めている。敏夫さんは床に置いたモップの束をつかみ立ち上がった。出てこい、この人殺し野郎、出てきやがれ。喉が裂けるかと思うような大声を張り上げ、壁や客室のドアを叩きながら廊下を歩き出す。敏夫君、やめるんだ。止めようとする小林さんを振り払い暴れる。騒ぎを聞きつけたのか、ドアの一つが開き、かなこちゃんが顔を覗かせた。が、狂ったように暴れる敏夫さんの姿を見ると慌ててドアを閉めた。緑、うわぁ。敏夫さんは立ち止まり、廊下の真ん中でひざまずくと号泣を始めた。今までの被害者は田中さんとかいう人にしろ、ミッキーにしろ、どちらも息づりの人に過ぎない。僕たちの中の誰かにとっても親しい人ではなかった。だからまだこの時までみんな心のどこかで他人事だと思っていたに違いない。でも緑さんは違った。小林夫妻や敏夫さんにとっては親しい仕事仲間だ。敏夫さんの様子からすると彼にとっては最も親しい間柄だったのかもしれない。バラバラ死体は恐怖と不安を生んだ。しかし緑さんの死はみんなに怒りと悲しみを与えた。不安と恐怖に対抗できるだけの怒りと悲しみを。マリ、何。女の子たちを説得して呼んできてくれ。僕はミッキーの様子を見てくる。マリの返事も聞かずにミッキーの部屋のドアを開けた。頭にぐるぐると包帯を巻かれ、ミッキーはベッドに横たわっていた。青い顔で目を閉じているのでまるで死んでいるように見えた。ミッキー、うん。眠っていたのか、僕が声をかけるとうめき声を上げ目を開いた。みんな
一緒の方が安全だと思うんです。できれば下に来ていただけますか。歩けますか。痛い。体を起こすのも辛そうだ。肩を貸しましょう。ああすまない。ミッキーはベッドから降りて立ち上がった。なんとか行けそうだ。ふらつきながら歩き出す。部屋を出るとみんなが待っていた。女の子たちもすでに3人とも廊下に出ていた。談話室に。とりあえず僕はみんなに目くばせした。階段に歩きかけると小林さんがミッキーさんを担ぐのを助けてくれる。どうも。僕が軽く礼を言うと小林さんは廊下の隅を見ながら言った。彼らはしばらく放っておいてやってくれ。そこには緑さんが横たわっていた。脇には敏夫さんがひざまずいている。それでは皆さん下へ。僕の声を合図にみんなは動き始めた。僕たち3人を先頭にマリ、女の子たち、加山夫妻、最後に京子さん。今日はみんなゆっくりと階段を降りた。敏夫さんの姿が階段に見えた。もう泣いてはいないが目は真っ赤だ。背中にはうなだれた緑さんの頭が見える。敏夫さんは階段を踏みしめるようにゆっくりと降りてきた。みんな黙ってそれを見ていた。誰も口を開く者はいなかった。誰も手を貸そうとはしなかった。いやできなかった。何か手を貸すのがはばかれるようなそんな雰囲気があったのだ。階段を降りきった敏夫さんは僕たちの前を静かに通り過ぎると廊下の奥へ消えた。みどりさんを部屋に返しに行ったんだろう。敏夫さんが消えてからも口を開く者は誰もいなかった。敏夫さんは思ったよりも早く談話室に戻ってきた。その顔にはある種の決意のようなものが浮かんでいる。これで。僕は軽く咳払いをして全員の顔を見渡した。これで全員がここに集まったことになります。みんな軽くうなずく。これから以後絶対に一人だけ離れたりすることのないようにしてください。トイレに行ったりするときもできれば1階のトイレを使ってください。どうしても部屋に戻りたいときも2人以上で戻ることにしてほしいんです。一体何があったんですか。恵子ちゃんが怯えた様子で質問をしてくる。まだ何も聞かされていないようだ。みどりさんはついさっき誰かに殴られて、その後は口にできなかった。しかし表情から察したのか3人とも息を呑み、アキちゃんは霊によって泣き出した。今まで以上にぴったりとくっつき、他の人からはできるだけ離れているようにしているみたいだった。ミッキーはポカンと口を開けている。一体どうして。まさか一人で外へ出たのか。何が何だかわからないといった様子だ。いえ中にいました。しかし私たちやっぱり部屋に戻りたい。ここにいたくない。かなこちゃんがヒステリックに叫んだ。ダメです。一緒にいることが必要なんです。どうして。私たちは関係ないわ。ほっといてよ。3人で閉じこもっている方が安全だと思っているんだろう。そういうわけにはいきません。こういうことは言いたくはありませんが仕方ありませんね。さっきみどりさんが殺されたと思われる時間、2階にいたのはミッキーとあなたたちだけだったんです。どういう意味。意外そうな顔をする。つまりあなたたちがみどりさんを殺した可能性もあるということです。驚いた顔を見せたのは女の子たちはミッキーだけではなかった。何言ってるのトール。女の子にみどりさんを殺すなんてできると思うの。マリの責めるような口調が胸に刺さる。でも僕は続けた。一人でだと難しいかもしれない。その他の二人に気づかれる心配もあるしね。でも三人一緒なら。みんなぎょっとした様子で女の子たちを見つめた。冗談じゃないわ。どうして私たちが。ひどい。傷ついた表情の恵子ちゃんに僕は慌てて弁明した。ちょっと待ってください。そういう可能性もあると言っているだけです。さっきも言ったようにミッキーにもみどりさん殺害の機会はあったわけです。ミッキーは疲れたような表情を見せた。僕は君が入ってくるまで鎮痛剤で眠ってたんだよ。おまけにまだ頭はガンガンして歩くのもままならないってのに。しかし僕は言った。それは全部演技かもしれません。反論はしないでください。
僕が言いたいのはこれ以上被害者を出さないためには全員一緒にいるべきだということです。僕たちの中に犯人がいるかもしれない。ペンションのどこかに隠れているのかもしれない。吹雪の中でこちらの様子を伺っているのかもしれない。あり得る可能性を思いつくままにまくし立てた。いずれにしても全員一緒にいなければ犯人は手出しができない。少なくとも手を出しにくいはずです。みんなは黙り込んでしまった。人を探るような上目遣いの視線をお互いに交わし合っている。僕は間違ったことは言ってないつもりだった。しかし僕の言葉がお互いを疑わせる結果になってしまっている。僕は余計なことをしたのだろうか。ミッキーや女の子たちがみどりさんを殺したとなどということが実際問題としてあり得るのだろうか。可能性はゼロではない。ガラスの割れる音がした時にはみんな談話室にいたから、ミッキーにも女の子にも田中さんを殺す機会はなかった。それに機会のあるなしを別にしても、とても人をバラバラにするような時間はなかったはずだ。だから三木本さんや女の子たちには田中さんは殺せなかったが、田中さんを殺さなかったからといってみどりさんを殺さなかったということにはならない。しかし常識的に考えて、知らず知らずの彼らがみどりさんを殺す理由など考えられない。考えられることは、あ、僕は小林さんの言葉を思い出した。小林さん、みどりさんは田中さんの部屋を見たいと言ったんですよね。正確には何と言ってたか思い出せますか。突然話しかけられて、小林さんはしばらく目をパチパチさせていた。ああ、確か、ちょっと気になることがあるから。いや、違うな、こうだ。ちょっと思いついたことがあるから、田中さんの部屋を調べたいの。確かそう言った。思いつくこと。それは一体何だろう。田中さんの部屋を調べる。そういうからには当然事件に関係あることのはずだ。そこで彼女は何かに気づき、犯人の正体を知ったんだ、ね、ごめんなさい、知ったんじゃないだろうか。そして犯人を問い詰めたか調べているところを見つかってしまいで犯人に殺されてしまった。そう考えるのが一番自然な気がする。確かに、もちろん他の考え方もできなくはない。例えばみどりさんをよく知っている小林さん夫妻や敏夫さんが実はみどりさんを憎んでいた、そういうことも考えられないではない。でも今はとりあえず田中さん殺しの犯人が口封じのためみどりさんを殺したと考えるべきだろう。僕たちの中で田中さんを殺せたのは敏夫さんだけだ。でも敏夫さんにはみどりさんを殺す機会はなかった。みどりさんを殺せたのはミッキーと女の子たちだけだ。しかし彼らは田中さんを殺せない。さっきから何をブツブツ言ってるの。マリが不安げに尋ねる。え、あ、いや、事件を整理したんだけど。それで余計に頭が混乱してきたよ。何が何だかわからない。わからないことなんか何もないでしょ。犯人は私たち以外誰なのだ。誰かなのよ。凶悪な人殺しがこの近くをうろうろしてるの。私たちが考えるべきことはどうやって自分たちの身をそいつから守るかよ。マリが言うと、京子さんや春子さんはその通りだとバカに大きくうなずく。そうよ、珍しく春子さんが口を開く。お互い疑い合ったりしていてもいいことなんか何もないわ。今はみんな信じ合わなくちゃ。そんな奥さんを香山さんがいさめるように言った。春子、そんな綺麗事だけではあかん。トール君の言う通りや。どんな可能性でも考えといた方がええ。そやなかったら朝まで生き残れへんかもしれへんのやで。でもあなた、でももハゲもあのでももうゲバもあらへん。こういう時は女は黙って男の言うことを聞いとったらええんや。香山さんはいつもこんな調子で奥さんを黙らせているんだろうか。いやだわ、こんな調子で黙らされるなんて。それとも人前で亭主パンはーんはーん亭主関白を気取っているんだっけか。僕だって親しい人を、そんなに等しいわけでもない人の方が多いけど、皆さんを人殺しなんて思いなくはありません。でもこのペンションはそんなに大きな建物ではありませんし。そう言ってしまってから僕は気を悪くしないかと小林さんをちらりと見た。しかし小林さんは別段気にしてもない様子だった。つまり人の目が全く届かなくなってしまう、そんな視界ができるような巨大なホテルではないという意味ですが、それに戸締まりだってきちんとしていました。そんなところへたとえプロの泥棒だとしても
誰にも気づかれずに自由に出入りできるものでしょうか。正直言って僕にはどちらを信じたらいいのかも分かりません。神出鬼没の殺人鬼がこのペンションのどこかにいるのか、それとも一見虫も殺さないようなように見える人が実は人殺しなのか、僕には分かりません。僕はそう言って首を振った。はい、というわけでですね、今回はもうちょっとね、ちょっと推理とか入ってきてめっちゃ楽しみなんですけど、この辺で終わらせたいと思います。時間がちょうどいいんでね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。